すいません、もう大変長らくお待たせしました、本当に。いえいえ、申 し訳ここないにで今す。録音始まってるんですね。もうしいましていきましょう、これで。え。いや、無事開始できてよかったですね。無事開始できたのかどうかちょっとわかんないですけど、もうちょっと、これでいきましょうかね。そうですね。1時間ぐらいね、ずっとちょっとセットアップしてて申し訳なかったです、本当に。いえいえ。でもスカイプの録音になっちゃいましたね。多分音質多分そんなに変わんないんで、大丈夫だと思うんですけど、始まる、9時スタートだったじゃないですか、予定では。で、もう30分前ぐらいに、そのセットアップして、問題ないことを確認したんですよ。あ、そうだったんですね。そうなんですよ。で、いざ、なんかスカイプかけて、声聞いたら、なんか急におかしくなっちゃって、なんかよくわかんないですよ、本当に。ちょっと最初こっちも設定ミスってたので、その時に操作してもらった何かが悪かったかもしれないですちょっとわかんないですけどね。ね。まあまあ、いいでしょう。じゃあ、最近は、どうですか？久しぶりっ最すよ近ね、だいは、ぶ。そうですね。もう会社も行かなくなったんで、なんか、全然こう、顔も見ないですよね。まあ、もともとレアだったんですけど、自分も行かなくなっちゃったんで。もうほとんど行ってないっすか？そうですね。3月からはもうほとんど行ってないですね。あてか、ほとんど行くか、先週1回行っただけで、ずっと行ってないですね。あ。なんか行っても誰もいないっすよね。で、行っても誰もいないですね。なんかもう、5人ぐらいしかいなくて、めちゃくちゃ寂しかったですまあまあ、多分、実はそれがあるべき姿なのかもしれないですけど、ね、オフィスもなんかいらない感じしますよね、正直。ね。そうですね。なんか結構、オフィス解約してるっていう人も聞きますね。会社によっては。まあ、オフィスレスみたいな感じにして、もうみんなノマドにして、ね、そうですね。好きなところで仕事してっていう方が、普通にお金かかんないですからね、オフィスの。借りてる人とかはね。そう。たまにで、1ヶ月に1回ぐらいコワーキングスペース借りて集まってるみたいな、そういう会社は増えてるみたいですオフィスはもう本当に緊急というか、本当になんかし、ね、常に行くとこじゃなくて、必要な時にだけ使って、基本はもう好きなとこで働いてっていう方が、まあいいというか、なんかそういうのがもうなんか普通になりつつあるところは結構多いかなっていう感じはしますけどね。そうですね。まあ、ちょっと仕事内容によるのかもしれないですけど、IT 系は大体それでいいですよね。まあ、うちはそんなにね、なんか、今の業種というか仕事で、リモートやってて問題になることって多分ほとんどないんで、まあ業種によっては確かにね、IT 系じゃないとことか、なんかなんだ？まあ自分の知り合いとかはそうなんですけど、緊急事態宣言が出て、自粛してくださいって言われてた時に、まあ全然外出しないで、リモートで仕事をしてた人がいたんですけど、友人に。もうそれ、解除されたら、もうやっぱみんなすぐ出社したらしいんですよ。あ、そうなんですね。で、なんか理由を聞くと、やっぱりなんかなんだろうな。まあ、いい意味でか悪い意味でかわかんないですけど、なんかやっぱみんなオフィスがやっぱりいいっていうらしくて。それでもみんな出社してて、なんかもう、しかも、なんか、なんつうんだ、出張がなくなっちゃってて、逆に。出張をするのが、で、出張がなくなったから、逆にオフィスにみんないるから、なんか前より密になってて、逆効果なんじゃないかっていう話もなんか聞きましたけどね。それは逆効果かもしれないです。出社したい人が多いんですね。なんか。結構、うちの会社も聞かないので、あれですね。面白い意見ですね。まあ本当業種かなって感じはしますけどね。基本的には。あれですか、自粛中はというかもうずっとなんですけど。
もうずっと家にいる感じですか？運動とかそう外ますでね。しますか？いや、相当でしないですね。ずっと家にいますね。運動も家でする感じですおお、何でしてんすか？運動。ね。運動はあれですね。なんかエアロバイク的なのを買ったので、それを使ったりしてますね、最近は。おお。普通に走るやつっすよね。そうですね。走るというか、バイクなんで、漕ぐやそっかつそっでかすそっね。か。あ、工具ですか？自転車のやつですかね。なんか、最近雨も多いんで、そうですね。ちょっと外に出るの難しいっていうのもあって。でも結構、やっぱあるといいですね、なんか。いや、いいと思いますよ、本当に。すごい、すぐに家に帰ってこれるので、自分もいいな本当と、になんか、ランニングマシンとか、なんか欲しいなって思うんすけど、自宅に。でもなんか、多分、2、3ヶ月したら使わなくなるだろうなと思って、買ってないっすね。そうですね。ちょっと、三日坊主にならないようにしないといけないですね。毎で日もやってんすか？まあ、そうですね。ほぼ毎日やってますね。最おお。近別は。って言っても、始めたのは最近なんですけどね。いやでもいいじゃないですか。そうですね。まだもう、やっぱバイクとかだと、まあ、ルームランナーでもいいですけど、やっぱながらでできるので、いいですね。なんか、動画見ながらとか、なんかあれです操か？作しながら。スマホとか置いたり、タブレット置いて、なんかそうタッでプす、しそうなです。がらやるみたいな。そういうのもできるので、なるほど。映画見ながらとかもできますし、なんか、ブラウジングしながらとかもできるので、まあいいっすよね。なんかまあ、まあいいか。自粛だけじゃないですけど、家にいて仕事してると、なんかすぐそういうのできるのがいいっすよね。なんかこう、休憩とかちょっと取ろうかなって時にこうすぐできるじゃないですか。まあそういいっすよね、やっそうぱ。ですね。そうですね。なんか今、勤務時間結構自由に休憩取ってよくなったじゃないですか、夕方に。休憩取ったりとか。だからすごいやりやすくなりましたね。お昼ご飯食べて、ちょっと動いてから、また仕事してまた寝るみたいなことができるので。まあね、これに慣れた方が、まあ仕事的にはなんかまあエンジニア的には、まあ、自分もそうなんですけど、結構こう、やっぱりこう、なんだろうな、思いついた時にすぐやりたいんで、例えばなんか今アイデア浮かばないなって時とかは、結構仕事以外のこととか結構するんですよ。例えばなんか調査とか、なんかそういう検証みたいなことを中心にやってて、で、なんかそういうのをやってて、急にこう思いついた時に、パッと思いついてやりたい時とかは、もうすぐできるんで、やっぱそういうのはすごい効率的にもいいかなって感じはしますけどね。そうですね。逆に言うと、ま、仕事のこう、なんていうか、切りというか、境目がないんで、まあ、結構ほんとひっきりなしにやったりとか、もう、深夜に起きてやったりとかもするんで、まあ、その辺あんまり良くないかなって気もするんですけど、まあ、やりたい時にやるのがいいかなっていうのが、個人的にあるんで、結構そういう感じでやってますね。そうですね。なんかでもそういう意味だと、こう、家と会社の切りを分けるのっていうのが、まあなんか課題にはなりやすくなったんですけど、こう会社の中で、なんかこう、作業する時間と話す時間みたいなのは、きっぱり分けられるようになってきたかなとは思いますよね。まあ逆に雑談がしにくくなったりとか。そういう話もあるかなと思うんですけど。雑談ね。なんか、なんだっけな。名前忘れちゃいましたけど、なんだっけな。ハンガーなんとかってあるじゃないですか。ああ、ハンガーフライトでしたっけ？雑談みたいなやつ。なんかああいうのが、まあ最近ってわけじゃないですけどね。なんか、やろうみたいな感じになってて。リモートだとしにくいね、みたいなとかは、ちょっと聞いたことありますけどね。今日なんか会社でもちょうどやってましたね。ああ、そうなんだ。ハンガーフライトなんか Python について話すみたいなのやってて、聞きましたけど面白かったですね。まあね。
どうなんですかね。なんかあれですよ、改善ジャーニーかなんかの本で書いてあるんですよね、確か、ハンガーフライト。あ、なんかそう、そう、そう言ってましたね、今日ちょうど説明した。はい。詳しくは本読んでください、みたいなこと。なるほど。まあね。うん。わからなくもないけど、なんとも言えないですね、個人的には、ちょっとその辺は。まあ、なんか、そうですね。なんかその辺は、結構、適当にやった方がいいですよね。なんか、難しいですけどね。なんか、こう、系統立てて効果を出すっていうタイプの話じゃないと思うので、うん、なんか雑談的なやつは。なんとも、ね、そういうもの。やっぱ適当にやるのが一番なのかなと思いますけど。まあまあ。でも、リモートしてて、やっぱりこう話す機会って少なくなったなとは思うんですけど、いわゆるまあ雑談みたいな、まあハンガーフライトもそうなんですけど、なんか例えば、ちょっと思いついた時に、まあスラックとか、あとはズームとかで、なんか会話したりします？ああ、しますね。なんかスラックとかに書いて。いや、その、なんか、はい。チャットはまあ、するのはするんですけど、本当にただの雑談みたいなのをしたくて、全然その予定とか入れてないところに急に入ってって、こう、なんか話したり、ウェブ会議したりとかってします？あ、しますね。なんか、一応朝に雑談時間みたいなのを作ってて、うん。なんか、雑談したいなって思ってる人が入ってくるんですけど、そこでやります。ただなんか、やっぱ常連の人と常連じゃない人みたいなのが分かれちゃうなとか、課題は感じますけどね。それは、なんですか、任意なんですか、入ってくるのは。入ってくるのは任意ですね。ああ、なるほど。まあ、時間だけ決めといて、まあ、話したい人はその時間に来て、なんか話しましょうみたいな感じの会がある。そう、そういう感じですね。なるほど。それ毎日やってるんですか？毎日一応、通知は来てて、まあそうやってますね。うん、僕はなんか2分の1ぐらいしか参加してないですけど。でも参加率はだんだん下がってきますね。うん、難しいですよね。なんか雑談って、決められた時間にこうやるっていうよりかは、本当になんか思いついた時にやりたいですよね。ふと思いついた時に。そうですね。うん、でも難しいですよね。なんかこう話しかけられる方は、ふと思いついた時に話されたくないかもしれないですからね。うん、なんか。そうなんですよね。なんかその時になんかマッチングみたいなのがあったらいいんですけどね。うん、なんか聞きたい。何でもいいから聞きたいって人と、うん、何でもいいから話したいみたいな人。特にリモートだと、相手が何してるかって、本当わかんないですもんね。今は何してるかっていうのは。確かに。そうですね。うん、すごい、プライベートな時間を過ごしているときに、こう、仕事で、ね、電話かけちゃうと申し訳ないなとかもあるんで、だいたいこう、うん、話す前とかに、チャットでこう、一回、今、時間ありますかねみたいな感じで、チャットして、で、チャットでリプライがすぐ来たら、なんか、電話するみたいな感じ。そうですね。かなーって気はしますかね、うん。なんか結構4月とかみんなリモートワーク始めた当初、うん、うちの会社もですけど、うん、なんか常時その電話会議につなぐルールを作ってやってるって会社も結構あったみたいなんですけど、うん、なんかやっぱ続かないみたいですね。さすがにずっと映し続けるのしんどいって言ってやめちゃうとこ多いみたいですね。うん、まあずっとオンラインにしといて状況見れるようにしとくってやつですよね。そうですね。話しかけやすいし。まあね。難しいですね。それは、僕はあんまそれ好きじゃないんで、やりたくはないですけど。うん。ああ、でも、この前なんか、リモじゃなくて何でしたっけ？スペシャルチャットとか、リモってやつを使ってみたんですけど、はい、あれをなんかうまく使うと、雑談しやすくなるかもなと思いましたね。なんかその、うん、なんか、使った、画面上にこう自分のアイコンとか他の人のアイコンが出てきて、うん、なんかアイコン近づけると近くで話せるし、なんか、ちょっと遠いところにいると少しちっちゃな声で聞こえるみたいな、そういう性質のやつなんですけど。うん、まあ、少なくても。
難しい。なんとも言えないっすね。なんとも言えないっすね。まあ、要するに、まあ、話したいか話したくないかみたいなのを、こう、ビジュアライズしてる感じのやつっすよね。あ、そうですね。うん。まあ、あと、なんか、誰かが話してると、盗み聞きしに行ったりとかできるんですけど、なんか、盗み聞きしてる人がいるぞっていうのが分かったりするっていうので、うん、まあ、ちょっと、あれですね、リアルの時に、なんか、近づけるみたいな性質のツールですね。はいはいうん、あります。仕事してるときって、ずっとヘッドホンとかしてます？ああ、会議のときだけしかしてないですね。その他のときはしてないですね。うん。そうっすよね。なんか、結構、周りの人、ヘッドホンやめて、マイクとスピーカーとかにし始めてるんですけど、その、うん、つけるやつじゃなくて、そっちの方がいいなと思いますよね。ああ。その、要するにラップトップとかについてる標準のやつ、でやるっていうことっすよね。あ、いや、なんか、まあ、外付けのやつを買って、やってる人が増えて、うん、あ、マイクはそうですね。マイクは外付けで、ちょっとスピーカーは自前なのか、あの、ラップトップとかについてるやつなのか、うん、改めてやってるのかわかんないですけど、なんというか、まあそうですね、装着するものがない方が、なるほど。いいなと思いますね。なるほどね。そうですか。なんか少なくともスピーカーとかは、なんかもし、その、装着しなくていいやつだったら、スピーカーとかはつけっぱなしで話しかけられたときはわかるようにできるなっていう、うん、そういう気持ちありますね。うんまあ、垂れ流しみたいな感じにしとくってことですよね。そうですね。うんさすがにマイクずっとオンで、ね、ミーティングオンラインずっとで、生活音垂れ流しっていうのはさすがにまずい気はするんですけど。そうですね。うん、難しいっすよね。まあ、どうなんだろうな。なんとも言えないっすけど、まあ、プロダクト、結局僕らって、まあ、プロダクトを運用したり、開発したりしてるんで、ゴールがあって、そのゴールに対して、ちゃんと、正しい道を歩めてれば、まあ、何でもいいかなって気がするんですけどね、個人的には。そうですね。それが遅れちゃったり、ちょっとまあ、なんだろう、バグというか、不備があったりすると、やっぱり良くないかなって気がするんですけど、まあそういうのが発生しない限りは、まあ自由にやっていいんじゃないかなっていうのが、まあ本音っちゃ本音ですけどね。本音ですね。でもなんか結構コミュニケーションで、やっぱ文字より会話の方が早いんだなとは思いましたね。そうね。ちょっと。そういう研究があるかわかんないですけど。難しいですよね。文字だけで伝えるのって難しいし、逆に言葉だけで伝えるの難しい時ってあるじゃないですか。ありますね。そういう時はやっぱりなんか対面で、ホワイトボードでみたいなになるんで、まあビデオチャットとかしてても、例えば画面共有して、ホワイトボード機能使って、こう、ペイントとか使うんですけど、やっぱりこう、伝えづらいことってあるんで、やっぱまあそういうのを考えると、なんだかんだ一番伝えやすいのは、対面で、実際にホワイトボードがあってっていうのは、すごい強いかなっていうのは、思いますけどね。そうですね。結構ホワイトボード使ったりしますか？あ、ホワイトボードって、なんていうか、ズームのホワイトボード機能みたいな。はいはいはい。ああいうやつ使いますか？いやー、ほとんど使わないっすね。そうっすね。基本的には会話で打ち合わせは済まして、伝えづらいときに、伝えづらいことがある場合は、もうあらかじめやっぱり事前にもう図を書いておいて、で、それを見せるっていう感じなんで、なんかその場で突飛に構図を書くっていうのは、ちょっと効率的に考えても微妙かなっていうのがあって、ほとんどやらないですね。そうっすね。結構でもその、やっぱ PC で図書くの自体がしんどいじゃないですか。なんで結構その、なんか自分のチーム、ペンタブたまたま持ってる人多くて、はい、なんか、ペンタブ、最近ホワイトボードでペンタブでこう、みんなで書き合うみたいなのが、やっぱ流行ってるんですけど、うん。うん、多分、
なんか今、あんまりうまくできないな、綺麗に書けないなっていう気持ちはあるんですけど、もしかしたら慣れたら、それがいいのかもしれないなと思いますね、うん。あれじゃないですか。それは、あれですよ。iPad Pro とかと iPad、ね、うん、ペンシルとか買えばすごい綺麗に書けますよ。液晶タブレットみたいなの。そうそうそう。もうすげえ。なかなかその、なんだろう。ペンタブって要するに、絵描く人が使うようなペンタブってあるじゃないですか。はい、本当にその、平らなその、なんつうか、ものに対してこうペン当てて書くやつ。あれすごい難しいじゃないですか、書くの。難しいですね。あれ、僕それなんですけど。なんかやっぱり直感的にタブレットにこう、自分が書いたやつが画面にすぐ出る方が、もう書きやすいっちゃ書きやすいんで、まあ、ああいう方がいいのかなって気がしますけどね。うん、そうですね。うん、それかちょっと、タブレット自体も、なんか大きさ大きいやつの方が、やっぱり絶対に書きやすいなと思います。ああ、なるほど。もうみんな。スマホとかだときついっすもんね。あのぐらいのサイズ。そうですね。なんかたまに指でもすごい綺麗に書ける人いますけど。ちょっと、あれはなんかこう、専用のスキルつけないと無理だなって思いますね。なるほど。そうですか。じゃあ、いろいろ、ショーノートを僕の方でも送ったんですけど、なんか話します？そうですね。うん。てか、今も Emacs 使ってるんですね。うん、抜け出せないわけじゃないですけど、もうなんかもう本当に慣れちゃったからもうずっとそれ使ってるって感じなんですよね。ああ。うん。休みペットの管理をどうしてるかっていう話なんですけど。なんかいい管理方法あったんですか？いやー、ないんで気になったんですが、まあ、僕はもう全部 Git で管理してるんですけど、結局、なんだろうな。まあそれでやってはいるんですけど、何が問題かっていうと、新しくこう Emacs インストールする環境があるときに、一回、なんだろう、一回一回 Emacs のそのプラグインのインストールをして、スニペットをそのクローンしてみたいなのをやってるんですけど、すごいめんどくさいんですよね。あれそうでしたっけ？なんかスニペットのディレクトリとかって指定もできますし、うん、なんか、emax.d を Git で管理してて、うん、普通にその、クローンしてきて使ってるんですけど、うん、なんかあんま困った記憶がないですね。いや、そうなんです。僕もそれと同じことをしてるんですけど、それがめんどくさいんですよ、すごい。あ、同期させるのがってことですか？追加して。それすらがめんどくさいんで、どうやるのがいいのかなと思ってて、なんか、昔だとドロップボックス使う人多かったですね。なんか、やっぱそうなんか。自動同期系のクラウドストレージみたいなの使って、どっかで更新したら他のとこにも反映されるってやつですよね。そうですね。動的に変わるようなやつは、そこに置くみたいな。ヒストリーとかもですよね。はい、そうっす。はい。なんか、もう自分は、もう諦めちゃってて、その辺は。もう、気づいたらやるっていう感じにしてるんですよ。あ、そういえば、ね、他のとこでスニペット追加したから、こっちでもクローンしなきゃっていうので、なんか気づいたらやるっていう感じでやってて、まあ、よくはないんですけど、一応まあ、個人でやってるだけなんで、まあ、それでなんとかできてはいるんですけど、やっぱりこう、やってると、なんかこう、ああ、なんて言うんだろうな、めんどくさいですよ、本当に。めんどくさいですね。うん。そこまでもちょっと休みペットに限らず面倒ですよね。なんか、プロキシ通さなきゃいけないとか。ああ、そうか。Emacs 自体の設定をどうするかっていうのもあるっちゃあるんですけどね。どう感じますか？そうですね。なんか、別個の、ドロップボックスとか、外部ソースを見るような機構を作らないと。
そうっすね。できない気がしますね。複数の環境で Emacs 使うことが、まあ、ちょっと微妙なとこもあるんですけどね。基本は1個で全部やればいいんでいいんですけど。なんかどうしても、ね、なんつうか、リモート側に Emacs を入れてそこで開発した方がこうやりやすい環境ってあるんで、そういう時はやっぱりなんか Emacs の環境が2つになって、そこで整合性をどう取るかなっていうのはなんか結構感じるかな。そうですね。SSH プロキシできないとか。そうですね。そういうやつですね。まあ今更っちゃ今更なんでね。もうやりようは何でもあると思うんですけど。なんか改めて感じた感じっすね。安にペット、全然普通の話になっちゃいますけど、安にペットはすごい便利ですよね。便利。何登録します？いや、結構もう何でも登録しますね。メールのテンプレートみたいなのとか、なんか問い合わせフォームのテンプレートみたいなのとか、なんか、結構なんか何かあったらあんまり難しいことしないでほとんど安にペットにやらせるみたいな感じになってますね。なんか例えばなんか1個の申請を4つの場所に直さなきゃいけないみたいなのあるじゃないですか。なんかこうそういうサーバー立てて自動化とかするっていうのもいいんですけど、なんかもう別に安にペットで4つ文章を同時に作れればいいかなって思って安にペットで書いてからコピペするみたいなのよくやってます、ね。まあ、スニペット、まあでもそういう感じだよね。だからスニペットを登録するときに、なんか名前とか決めるじゃないですか。安にペットの場合って。はいはい。うん。あれ、結構大事っすよね。なんかその、検索するときとかに、ね、変な名前つけとくとなんか見つからなくなったりするんで。そうですね。まあでも、それも何でしたっけ、あれ、ちょっとでも名前忘れた。エニシングじゃなくて。ああ、はいはい。今は確か、ヘムルだったかな。あ、ヘムルか、ヘムル、うん。ヘムルができてからだいぶ良くなりましたけどね。なんか長い名前かつけても、あんまりめったにつかないテンプレは呼び出すの簡単に なりましたね。そうですね。コード書くときとかはすごい短い名前つけたくなるので、なんか、自分のルールみたいなのを作って、やるのは大事だなと思いますけど。なんか一応、ヤスニペットって、なんかディレクトリでモードというか、このモードのときはこのディレクトリを、のスニペットを持ってくるってできるじゃないですか。そうですね。分けられますね。多分あの辺でこう、うまく分けるんですけど、限界がやっぱりあって、要するに、そのなんか、スリペットの種類がめちゃくちゃ増えてくると、ディレクトリが大量になってきて、読み込む先のディレクトリが増えてくるんで、結構こう管理するのが大変になるんで、もうその辺もちょっとどうすんのかなっていうのがあるんですよ。そんなに登録してるんですね。いやいや、そうでもないですけど、まあ、基本的には各言語の自分がその、なんだ、仕事とか、自分のプロダクトで使う各言語の、ディレクトリがあって、で、あとはそれ以外の、なんか、なんだろう、オムニバスというか、その他みたいなディレクトリがあって、そこに基本的にはなんか言語とは関係ないのを突っ込んでいくんですけど、そんなにディレクトリは多くはないんですけど、なんかちょっとこう、その、要するに、その他ディレクトリがすごい肥大化していって、そこちょっと正規化しないと大変なことになるなっていうのがあって、どうするかなとかっていうのは悩んだりしますけどね。なるほど。すごいですね。自分もせいぜい30ぐらいしかよく使うスニペットないので、そこまで悩んでないかもしれないです。でも自分はそんなもんから30とか40ぐらいしかないと思いますけどね。まあでも結構なんかちょくちょく変更入るスニペットとかもあるので、確かにこう、気持ちはわかりますね。難しいというか、なんだろうな、どう管理して、皆さんがどう管理しているのかすごい気になりますよね。スニペット。何でも管理できちゃうんで。じゃあ、ちなみに自分はあれなんですよ、全部、今は、さっきクローンで管理してるって言ってたんですけど、全部シェフで管理してて、もうシェフで、
シェフのクックブックで管理してるんで、例えばスニペットが更新されたら、クックブック更新して、他のところでもう一回クックブックを流し直すっていうのをやってるんですよ。うん。うん、それもすごいめんどくさいんですよね、でも。めんどいですよね。うん。だからまあ、まあ、とりあえずは今のところそんなに環境が多いわけじゃないんで、それでなんとか回ってるんですけど、やっぱりまあ多分数が多くなったら破綻するだろうなっていうのは思いますね。うん。はい。まあ難しいですね。まあまあ EMAX そもそもね、でもいいんじゃないかってとこが多分一番だと思うんですけど、そうですね、なんだかんだ、どうしても抜け出せないかなっていうのがあるかな。うん、そうですね。確かに。なんか、ちょっと全然違うこと書いてたんですけど、なんか、Emax の設定ファイルとか、うん、設定ファイルというか、設定ファイルじゃないのあるじゃないですか、その、履歴とか、うん、スニペットは若干設定ファイルなのかなって感じするんですけど、うん、なんかそういうのって Git じゃないものでやっぱ管理したいですよねっていうのはちょっと、まあどんどん更新されるんでね、常に更新されちゃうんで、うんうん、ログというか Git ログがねすごい汚くなっちゃうんで、無駄なのをいっぱい入れてる感じはするんで、確かにそれは微妙っすよね。うん、なんかドロップボックスがいいんですかね、なんかそういう使いやすい外部ソースみたいなのやっぱ需要ありますね、うん、まあね。はい。はい。そっか、EMAX の話は僕も書いてたからってことですね。あ、そうです、そうです。うん。でも最近なんかみんな Visual Studio Code 使ってますね。うん、うん、そうですね。新しい人。あれ、プラグインとかやっぱ、すごい。プラグインもあるし、やっぱ保管機能もあるし、フォーマットもできるし、まあ、ツールによってはもうビルドもそこでできちゃうんで、いわゆる ID、ほぼ ID だけど、ID みたいに重くなく、ライトに使えるっていうのがいいところというかもあるんで、基本はもう、うん、なんか新しく始める人はもうベースコードなんじゃないかな。そうですね。なんか VS コードかなんか忘れちゃいましたけど、なんか Web エディターみたいなのもあって、なんかサーバー立つと、ああ、そうですね、うん、ブラウザーでアクセスできたりするんで、そうですね。環境、今の環境依存みたいな話とかもなくなるんで、まあ、うん、いいんじゃないですかね。ちょっとそれ、僕サーバー立てるの使ったことないですけど、ただブラウザーのエディターってちょっと、使いにくそうですよね。なんか想像するだけでショートカットキーとか取られて、うん、結構このコントロール W とか設定するとウィンドウ消えちゃったりとか、うん、なんかちょっと使いにくそうだなって思います。いやもうそういうのは、そういうの言ってる人はもう使えないんですよ。だからもう。そうですね、うん。ちゃんとそういうのを順応していくのがもう普通なんで、そういうの使えないって言ってる人は、もう多分もう一生使えないですよ、VS コードと。そうかもしんないですね。うん、開発するときに、やっぱりエディターって基本重要なんですけど、チームで開発するときに、エディター統一するって結構重要なんで、一人 Emacs 使ってて、他の人はなんかみんな VS コードとか使ってるケースとかだと、やっぱりなんか、よろしくはないなっていうのはすごい思いますけどね。そうですね。それ思いますね。なんか、みんな PyCharm 使うようにするとか、うん、そういう風にした方がいいのかもと思うことありますけど。エディター側でね、なんかフォーマットとかリントとか全部吸収してくれるんで、本当は統一してくれれば、エディター統一できれば全部統一したいんですけど、なんかまあ Python とかだと、まあ、要するに CLI というかまあ、なんだ、PIP8 とか、ああいうので、コマンドでできるじゃないですか、フォーマットとか。うん。そうですね。そうなると、Emax とかだと、その、セーブ、コントロール XS とかのフックして、フォーマットするみたいなのを書けばいいやと思っちゃうんで、まあ、それも良くないっちゃ良くないんですけどね。そうですね。まあ、ただなんか、そういうの仕方ないなと思うのは、プログラミング言語自体が別にエディターオフセットで、
設計されてるみたいな思想じゃないじゃないですか、基本的には。そうっす。なんか、そういうものが出ないと、あんまりそういう、なんとさ、デジとみんなで統一しようみたいな世界にはならないのかなっていうそうっす気がね。しますけど、なんかそれって、なんか一種の独占に見えるので、なかなか、こう、みんな使ってくれないだろうなって気もしますね。なんか、Go とか、みんな Go いいっていう時に、結構フォーマットがちゃんとしてないと、動かせないみたいなところを言うじゃないですか。なんか、同じ感覚で、このエディターじゃないと書けないみたいなのにした方が、もしかしたらなんかこう、幅が広がるのかなと思いますよね。まあ、どうだろうな。なんなかんか。今も、なんていうかコメントの表現とか、で、なんていうか、コメントのとこに画像を埋め込めたかったりするんじゃないかなと思うんですよね。このアルゴリズムは、こういう意味がありますとか、画像とか動画で説明したいみたいなのとか、あったりするので、今、なんかリンクじゃないですか。なんか、ポップアップとかで出せるようにした方が、本当はレビューしやすいのになとか、なるほど。思うんですけど。画なん像。で YouTube のリンク貼ればいいんじゃないですか。そうですね。そうすると、リンクになってるので、なんかもう、リンクああ、で、なるこほど。う、押して飛ばなきゃいけないこと自体が結構人間の集中力を奪うと思うんですよね。なるほど。まあ、ちょっとそれは極端な例ですけど、なんか普通にコメントとかって、まあ、邪魔なので、こう、消したり、とかを柔軟にしたいなと思うんですけど。まあね。まあ、エディター絡みで言うと、環境が違うと、みんな好きなコメント入れられちゃうから、人によって全然違うコメント入れたりするんで、まあ、それも困るっちゃ困るんで、急に 樋口くんのソースコードに 動画が入ってると、まあ、困る人もいるっちゃいると思うんで、その辺はなんか相談かなって気がしますけどね。そうですね。まあでも言いたいことはわかりますね。なんかちょっと、まあ、あんまり、あれですけど、なんかこう、キュートとか、ビジュアルスタジオとかって、結構なんか IDE ありきで作れるものとか、なんですかね、表現できるものとかあったりしたと思うんですけど、なんか、もしかしたら、こう、もっとライトにものを作れるようにするには、そういう感じにしていった方がいいのかなと思います。まあね。正解は正直ないと思うんで、もうチームで相談して使いたいのを使ってくださいっていうのが一番かなって気がするんですけどね。そうですね。まあ、あまあ。とは、難しいけど、まあ CI とか回してそこで吸収するとか、まあそんな感じじゃないですかね。今はそうなってますよね。まあ微妙っちゃ微妙なんですけどね、でもそれも。そうですね。まあ、エディタとか僕たちが変えたくないっていうのを通すと、やっぱそれが一番良いようには見えますよね。どっちの方がいいのか結構微妙ですね。僕はなんか逆だったんで、ID とかから入ってから、エディタの方に進んでって、なんかこうカスタマイズ自分でできるところとかで、まあ、なんですかね。ID とかってやっぱカスタマイズできるところに幅があんまないので、ああ、すごい自由度高くていいなと思ったんですけど、結構なんかこう、社会人とかであんまり、みんながカスタマイズするところに時間かけれなかったり、かけるところのコストを気にしたりするっていう状況にいると、みんな何ですかね、自分たちでカスタマイズしてくださいっていうのもおかしな話なので、やっぱなんか IE とかで、どうにかした方がいいのかなという気もするんですけどね。なんなんかかわかんチーないですね。ムというか、まあ僕は、
そういうのを聞いたことあるぐらいなんですけど、本当にもうがっつり ID 固定して、もう設定とかのプロジェクトファイルも全部配布して、もうそうすると全部みんな設定が一緒になるんで、もうそれで一斉に開発しましょうっていうと、もうなんか変なことは起きずに、変なこと書く人もいなくなるんで、もう本当にそういうちゃんとしてるとかはもう多分そういうふうにがっつりちゃんとしてんだろうなっていう気がしますけどね。そうですね。まあそこまでやる必要があるかっていうと何とも言えないですけど。まあ個人的にはやっぱりエディターでやってた方が、何ですかね。まあ楽しくはあるなと思います、ね。まあまあ効率がいいんですよね。単純に慣れちゃってるんで。効率がいいんで。まあ一人でやってる時には絶対効率いいですよね。なんか。自分の世界でできるので。まあ、それを捨ててまで、まあ、みんなに合わせるっていうのがね、大事な時もあるんで、そこはもう我慢して使うしかないですけど、なんだろう、既存ので吸収できる部分があるんであれば、そっちで吸収して、まあ、既存のを使い続けて効率を求めるっていう方法でも全然いいと思いますけどね。そうですね。うん。たまたま同じエディター使ってる人を集めてるっていうのも、面白いかもしれない。なるほど。エディターでチーム組めばね、確かに。そうですね。何の論争も起きずにスマートにいくかもしれないです。まあ、細かいところで論争起きるかもしれないですけど、ある程度スマートにいきそうですね。どうなの？まあ、エディターも優先度高いですけど、やっぱり言語が一番なんじゃないですか。まあそうですね。まあでも言語あんまりこれ使えって言われて、何ですかね、本気で嫌だって思う人いないと思うんですけど、エディターはもう何ですかね、なんか手を奪われてるみたいな感じですからね。もう体の一部みたいなもんですからね。そうですね、なんか何ですかね、英語配列の人日本語配列でっていうくらい結構厳しい気がします。確かに、そうかもね。はい。で、Emacs の話。いいっすか？あ、いいです。すいません。いい。あと、じゃあ、まあ、あとはなんかあれですかね。雑談系というか、ゲーム。あ、そうですね。僕が書いたのは雑談系ですね。なんか、しなこさん、ゲームっぽいこと書いてたんで。うん。僕、ゲーム書きましたっけ？ゲーミング PC 欲しい。ああ、はい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 。欲しいんですよ。これなんで欲しいんですか？なんか。いや、単純に、やっぱ自粛が長引いてて、まあ基本的に今仕事してて、まあほとんど一日のやることはもうほぼ決まっているっちゃ決まってるんですけど、まあ仕事して、子供保育園を迎えに行ったりとか子守りして終わりなんですけど、その、ちょっと空いた時間とかに暇つぶしとか気晴らしにやってることが基本的にはダーツと、まあ、動画を見ることなんですけど、なんかそれ以外にやっぱりゲームとかあったらもうちょっと気晴らしになるかなと思ってて、でまあ昔からってわけじゃないですけど、今 Mac の MacBook Air で作業してるんですけど、まあ基本マシン1台しかなくて、ゲームするときとかにコンシューマーのゲーム機が、すっごい昔に発売された Wii があるんですけど、それはもう全然使ってなくて、まあ、ラップトップでゲーム、ちょろっと、マインクラフトとかやったりするんですけど、やっぱスペックがすごい低くて、全然、なんだろう、いいゲームというか、最近のその、ね、例えば、なんだろう、最近だと、バイオハザードの新しいやつとか、すごいこう、グラフィックが、すごいやつとかは全然動かないんで、まあ、そういうゲームもちょっとやりたいなと思って、ゲーミング PC が欲しいって感じですかね。なるほど。ただ、まあ、ゲーミング PC って OEM みたいなので市販で売られてるとか、もう組み立て済みで、ある程度スペックが積まれてて、10万円でどうぞみたいなのあるじゃないですか。はいはい。なんか秋葉原とかで、つくもさんとか、
なんか、ああいうドスパラさんとかで売ってるもう PC があって、もうそれ買えばもうできるっていうのがあるんですけど、なんかこう、嫌じゃないですか、やっぱり。そうですね。作るところも楽しみたいみたいなのがあります。で、まあ、なんかいろいろそういうの考えて、パーツ1からこう買ってってやろうかなと思ってたんですけど、まあ、今1枚目買ってないんですよ。全く、何も。あの、一つあるとしたら、Windows のライセンスは買ったんですよ。そこから。あの、そうなんです。あの、そもそもゲーミング PC って、もう Mac はないんですよ。基本的には。Windows ですよね。そうなんですよ。もう動くゲームがそもそも Windows しかないっていうのが多くて、もう Windows 必須なんで、まず Windows がないとダメだったんで、もうライセンスはとりあえず買ったんですよ。ただ、やっぱり、一から組み立てたり、例えばじゃあゲーミング PC でがっつり作ってタワー型でってなると、置く場所とかもやっぱ必要になったりするわけじゃないですか。で、あの、ゲームするためだけに、なんかこう、でっかい箱を家の中に置いとくって結構邪魔になるんで、まあそうなったらやっぱりゲーミング PC 買わないで、そのプレステ4とか、あの、スイッチとか、ああいうの買った方が多分いいんだろうなっていう気はしてて、ちょっとその辺もあって、まだ買えてないって感じですね。なるほど。でもすごいわかりますね。なんか、買ってもすぐ古くなっちゃいますしね。難しいですね。なんか、基本グラフィックボードを積んで、構築することになると思うんですけど、なんかもう調べると、グラフィックボードとかも、なんかもういっぱいあって、もうどれがどれだかよくわかんないし、新しいのがすぐ出ちゃうし、もう多分、なんだろうな。考え出したら本当に止まんなくなっちゃうんで、もうそういうの考えるんだったら、もうがっつり、カチッともう決まってるコンシューマー機を買った方が多分、全然安心ではあるんで、そっちの方がいいんですけど、ただ、そっちのまあデメリットってわけじゃないですけど、コンシューマー機って、その要するに発売されてるゲーム以外遊べないわけじゃないですか。例えばスイッチだったら、スイッチで動く、まあ、なんだ、普通のパッケージ買ったりとか、ダウンロードコンテンツを買ってやるわけなんですけど、やっぱゲームの数がちょっと絞られちゃう。できるゲームの数が。で、ただ、やっぱ、あの、ゲーミング PC 買えば Windows で動くゲームってすっごいいっぱいあるんで、その Steam とか、あとは、なんだっけ、Epic のゲームとか、なんかいっぱいあるんで、遊びたいわけじゃないですけど、まあ、遊べるゲームがものすごいたくさんあるんで、幅が広がるかなと思ってるんですよね、ゲーミング PC の方が。確かに。なんか、話題聞いてできないのあると、ちょっと悲しいですもんね。そうなんですよ。っていうのもあって、しかもなんか最近の、例えばその Steam のゲームとか見てると、その PS4 で発売されてるし、Switch でも出てって、Steam でも遊べるっていうのは結構多くて、そのコンシューマーキーじゃなくても遊べるゲームってすごい多いんですよ。そうですね。結構って考 Steam えはると、多いですよね。ゲーミング PC 買1台あったらすごい便利だなっていう気はしますね。なるほど。すごいわかりますね。ちょっと自分もちょっと前、似たようなこと思って、ちょっと考えてたんで、ゲーム機とかいいなと思ってたんですけ自宅になんかゲームするものとか持ってます？なんか、前まで何もなかったんですけど、あれですね、ミニスーファミ的なの買いましたね。そうですね。あれは、なんか20個ぐらいあるんですっけ、タイトルが。ああ、20個ぐらいありますね。ただ、なんか、魔界村だけやりたくて。それだけのために。やっぱコントローラーとか昔の方がいいなとか思うと。ああ、スーファミのあのそコンれ、トローラそうですー。ね。結構なんか動画見てて、最近その人がやってる実況動画とか見てて、やっぱ見てるとやりたくなっちゃうんで、一個ぐらいやってみるかって言って、買ったりします。なんかでも結構新しいゲームとかも見てるとなんかだいぶ満足しちゃいますね。なんか、
こんなん出てるんだって言って。うん、やっぱ人がやってる方がうまいですしね、なんか。気持ちわかりますね。サクサク進んでくれるし、なんかこう一緒にやってる気持ちになって楽しいっていうのがあるので。うん、自分で配信するのもいいんじゃないですか。そうっすね。うん、それもありだと思いますよ。コンシューマー機買うと、なんかキャプチャーボードとかがいいようになってるじゃないですか。そうなんですね。なんか、そうなんですよね。キャプチャーボードもやっぱ内蔵の方が、なんか良さそうだなって思うので、それでなんか、スチームも動かせて、内蔵のキャプチャーボードがあるやつを作ろうかなとか思ってたんですけど、なんか無駄な投資な気がするので。考えただけでやんないですね。うん、そうですね。ミニスーファミは僕も持ってるっちゃ持ってるんですよ、実は。あ、そうなんですか。はい。なんかあれですよね。ストリートファイターとか、あとは FF とか入ってましたよね。ファイナルファンタジー。6入ってました。6。うん、なんか、はい、ある程度やったんですけど、うん、まあ、やっぱ飽きちゃってもうやってないですね。そうですね。うん。いや、もうちょっと他のやつやったんですけど、やっぱあんまり今更感はありませんね。なんかちょっとグラフィックがゴワゴワしてるなとか思って。なんかやっぱスーファミとかだと逆にやっぱシンプルなゲームの方が違和感なくできるので、マリオワールドとか、マハイブラとか、そっちの方がやっぱいいっすね。うん、まあちなみにミニスーファミでできるゲームコンテンツは、あの、スイッチの、ニンテンドー、なんだっけな。バーチャルコンソールです。あ、そうそうそう。そうですね。全部できてしまうんで。そうですね。実は、スイッチを買った方がいいっていう感じなんですけど。いやいやいや、ダメですよ。なんかね、やっぱ、コントローラーがあれじゃないと、やってる気持ちにならない。あ、ないんすかね。あの、スーファミの形のスイッチコントローラー。多分あると思いますね。ありますよね。そうなんですけどね。なんかやっぱ、なんか、いや、やっぱり、スーファミだっていう、ちょっと。今、スイッチ買えないですからね。ほとんど売ってないんで、どこ。売り切れてるんですか。うん、なんかまあ、売ってても、なんか抽選で倍率が20倍ぐらいとかで当たんないと買えませんって感じなんで。すごいですね。未だに売れてますからね。まあ、逆にまあ、こういう状況になってからさらに売れてる感じがしますけどね。あれですもんね。ソニーが携帯ゲーム機みたいにやめましたもんね。ビータ以降ないですもんね。はい。ないですね。ビータもなんかもうすぐ終わりみたいな話になってるんで。まあ、でもプレス5は出るじゃないですか。5出るみたいですね。なんか、あの、機械のスペックだけ先に発表されてて、うん、なんか、ソフト事業者じゃなくて、一般向けにそこを公開するもんなんだって、ちょっと、驚きましたけどね。結構みんな反応してるし、うん、みんな気になるもん、なるもんなんだなっていう。うん、まあ、いいじゃないですかね。まあ、値段ちょっと高くなりそうですけど、まあ、あの、ディスクドライブがないやつがちょっと安くなるみたいなのは僕も見ましたけど。まあでもやっぱりああいうハイスペックコンシューマー機があると、その要するにゲーミング PC で実は動かないけど、ああいうコンシューマー機のハイスペックだと動くっていう保証があるんで、実はああいう方を買った方が安心ちゃ安心なんですよね。必ず動くんで。まあそうですね。うん。確かに。その iPhone で iPhone アプリが動くのと同じようなもんですね。そうですね。すごい変にリソース食うような多分ゲームっていうのはそもそも発売されないんで。そうですね。結構 Steam も Linux で動かそうとする人は結構いるみたいですけど、なんか動かないタイトルとか結構あるみたい。多いですね。多分全体の1割ぐらいとかなんじゃないですかね。リラックス対応してるのは。やっぱダイレクト X とかなんですかね。いや、どうなんだろうな。ちょっとわかんないですけど、おそらくゲームエンジン側でエクスポートできるプラットフォームってある程度決まってて、
まあ、Linux エクスポートできるやつは、まあ、ある程度機能がもう決まってるんですよね。使える。エンジン側で。この物理エンジンは使えるけど、こっちは使えませんみたいなのがあって。まあ、多分そういうのがゲームエンジン側で吸収してくれてはいると思うんで、開発する人は多分そんな、なんだろう。例えば Linux だから、この言語でとか、Mac だからこれでっていうのは多分あんまり気にしないと思いますけどね。作る側の人は。ただまあ Linux 対応すると、当然使える API とか限られてくるんで、そこを考える必要があるから、やっぱもうめんどくさいから Linux 切り捨てるっていうのは多分ほとんどの開発者が思ってることなんじゃないかなと思いますけどね。まあ、Linux でやんないんじゃないですか？どうなんだろそうですね。まあ、何ですかね。ゲーム機買うつもりで、やっぱりゲーム用 PC みたいなの作った方が、あれなんでしょうね。普通なんでしょうね。だと思いますけどね。まあ、僕は Windows のさっき言ったんですけど、ライセンスは買ったんで、準備はできてるんで。1ヶ月に1個パーツ買えば、多分1年以内にはできるんですよね、1個。だから、そういう感じでやってもいいかなと思うんですけど、一気にこう買わないで、ちょくちょくこうか、ちょろちょろ買ってって、ディアゴスティーニみたいにこう、月に1個パーツが増えてって、気づいたらできてるみたなくなっちゃうやつじゃないですか、途中で。い。いいかなと思いますけどね。まあ、あれですよ、ブー、ああ、そっか、ブートキャンプ入れたらすぐかもしれないです。あとは、ま、さっきの在宅系の話ですかね。ペンタブ、トラックボール、机。買ったんですまあ、その辺は、そうですね。いや、ペンタブは持ってたんですけど、トラックボールたまたまマウス壊れたので、おすすめされて使ったんですけど、まあ、なんですかね、普通の操作する分には、いいですねって感じですね。そうですね。ただ僕、左利きなんで、なんか選べるやつ少なかったり、なんか設定するときに、なんかこう左利き用にしたりするのが結構クリックの面白位置変えたりとかっすよね。そうですね。なんかオプションキー、なんかスクロールとかするじゃないですか。マウスのホイールの動きをするじゃないですか。なんかあれって結構その親指に普通のマウスの位置にスクロールがあったりするんですけど、なんか人差し指でボール動かすやつ使ってるんですけど、なんか、そうするとホイールとかついてこないんですよね。なんかオプションのボタンを押してると、ボールがスクロールになっ、あ、ホイールになってくれるみたいな設定とかがあって、なんか、結構伊藤くんに教えてもらいながら使ってたんですけど、いや、これすごい便利ですね。疲れないですか？慣れないと疲れるって記憶聞くんですけど、トラックボールあんま疲れないですは。ね。そうなんだ。まあそもそも、なんていうか、マウス使うときって、意外とホイールでスクロールするような動作しかほとんどしてなかったので、そうですね。ブラウジングするときぐらいしか使ってなかったんで、あんまり気にならないですね。結構、だからトラックボールにすると、なんか、パフォーの図とかがすごい作りにくいですね。資料作りとかすごい大変で、それもあってちょっと、なんですかね、なんか昔買ってた、ペンタブ出したりしたんですけど、ペンタブでやっぱ無理だっていうのを思いますね。それもマウスでいいんじゃないですか、そこまでいったら。普通のマウス。図を使うのはマウスの方がやっぱいいっすね。やっぱなんかでもその他の普通の操作は確かにトラックボールの方が操作しやすい感はありますね。あ、そうなんだ。なんかリージョン選択。要するになんかそのコピペするときに文字をこう、ブラウザーとかで選択するじゃないですか。ああいうのなんかすごいやりづらいイメージあるんですけどね。
細かいところ。それ確かにやりづらいですね。うん、そうですね。なんか細かい速度の、うん、そうですね。細かい位置調整みたいなのが若干やりにくいですね。斜めに。うん、なんかボタンがその多いや大きい多いやつとかは同時押しで、あの押してるときにさっき言ったんですけど、あのスクロールになったりとかスピードをこう抑えるみたいなやつがあったりするっていうのは聞くんですけど、まあそれもなんか微妙かなって気がするんですけど、僕はあまりトラックボール好きじゃないんで、はいはい、使っていったことはあるんですけど、もうすぐやめちゃいましたね。なんだろうな、何が、うん、なんかデザイン、梅干しというか、なんか、そうですね。わかります、わかります。ボールがボーンって乗ってるのが、ちょっとなんか、ボーリングみたいなやつですよね。ボーリングというか。ちょっと気持ち悪い感じしますよね。うん、場所も取るんでね、結構ね。まあそうですね。うん、それ机はじゃあ、それ用の机を買ったんですか？それ用というわけじゃないですけど。ああ、まあ、そこ机はですね、在宅が多くなったんで、みたいな感じです。なんか結構でっかいやつですか？いや、多分そんな大きくないですね。中くらいのやつを、うん。そうなんですよ。今まで机持ったことなかったんで、うん、すごい、机あると仕事しやすいんだなって思いますね。机っていわゆるまあ、普通に、なんだろう、オフィスの、で使ってる机みたいなやつですよね。あ、そうです、そうです。ああ、ってことは椅子も買ったってことですか？あ、そうですね。椅子も買いました。うん、椅子の方が大事なんじゃないですか？椅子なんかでも普通のキャスター付きのやつ買ったんですけど。うん。うん、なんかいいですね。結構なんかあの、エルゴノミクスなんとかみたいな、うん、あの、ああいう椅子ちょっと苦手なんですよ。うん。なんか、背もたれとかあんましっかりついてないやつの方が好きなので、うん。あ、そうなんだ。そうですね。腕置くとことかない方が好きなので、そういうのにしたりしました。うん、僕は、まあ、ずっと前からやってたんですけど、4年前ぐらいに、その、リモート始めるって時に、椅子大事だなと思って、真っ先にちゃんとした椅子買いましたよ。うんうん。うん、リクライニングがついてて、ちゃんとこう、あの、肘掛けが両方ともあって、高さ変えられてとか。うん、その方がいいんですかね。なんか楽になりました。うん、僕は楽になりました、すごい。うん、なんかむしろ会社のやつとかは結構いい椅子らしいんですけど。あれ多分すごいいいやつですよ、あれは。なんかリクライニングとか、まあ、腕がそもそも肘置きとかって使わないですし、うん、なんかリクライニングついてるとなんかもたれかかっちゃうので、あんまり逆に姿勢に良くないんじゃないかなって思うんですなんかどっちかっていうと結構そのなんていうか体は大きいんで、うん、机がこう高さが高くできて椅子がなるべく低くできる方がいいんですよね。なんか前かがみにならなくて済むように、なるほど、まあ、椅子の位置を上げたり、そうですね、うーん、ちょっと椅子がすごい下まで沈められるやつ、うん、という条件で選んだりしてたんですけど、うん、やっぱそっちの方が楽ですね。なるほど。なんか出勤がいけないのか分かんないですけど、肩こりとかやっぱ全然なくなりましたね。いいっすね。肩こりとか、うん、僕は椅子やっぱりもうなんだろう、楽な姿勢できちゃうんで、やっぱりあんまり姿勢は良くないっすね、やってるとき。うん、強制してる感じは全然ないんで、本当に楽な姿勢でただやってるだけなんで、背筋が曲がってる時とかはすごいありますね。そうですよね。うん、なんか、一回フィットビットつけてるんですけど、うん、なんか、会社でちょっとリクライニングにもたれかかりながら仕事してた時に、ずっと睡眠してることになってて、うん、そういうのも嫌なので。なるべくこう直立になるやつ。それはまあフィットビットが悪いかもしれないですけど、うん、僕が悪いかもしれない。ね、かもしれない。なんとも言えないですけど、なるほど、そんなもんあるんですね。まあ姿勢悪くなっちゃうの良くないですからね、本当に。
でも分かんないですよね、自分じゃ。逆にそれはヒットビットが出てるって言ったら、こうなんか通知してくれればね、気づくからいいかもしれないですけど。確かに。通知はしてくれないですけど、確かにいいかもしれない。なるほど。なんか他に変えました？オーンソンの自宅、在宅だからっていうので、在宅を楽にするようなグッズみたいなやつ。他は、なんか、買ったかもしれないですけど、あんまり覚えてないですね。まあ、ヒットビットが壊れたんで買い直したぐらいですね。なんか、生活習慣が気になるので、やっぱり買った方がいいかなと。在宅の方、その運動とかしなくなるので、ちゃんと動けてるかな、みたいなのを見る気概がやっぱり高くなりましたね。なるほど。ヒットビット好きですよね。なんかずっと使ってますよね。まあそうですね。ずっと同じとこにデータ乗り続けるメリットな感じしますね。なんか3年前と比べてどういう生活かみたいな。まあね、データ、ヒットビット使ってればずっと同じデータとか API とかも変わんないんで、管理はしやすいですよね。そうですね。そこさえなんか共通になってればデバイスは結構自由に変えていいかなと思うんですけど、あんまりその共通のプラットフォームみたいなのがないの で、ないですね。今は一製品にこだわってた方がいいかなと思ってます。なるほど。なんかまあ、買ったりしました？いや、僕は特に買ってないっすよ。ずっとまあ同じだったんで。ないかな。まあ、ダーツボードがあったりとか、ファイヤー TV があったりとか。仕事するときも、まあ、ラップトップ1台でずっとやってるんで、なんかそのキーボードとか、そのカスタムして、そのオフィスと同じような環境を作るみたいな基本しないで、ずっと同じラップトップでやってるんで、あんまりそういうのないっすね、特に。そうですね。自分もラップトップなんですよね。まあ、楽ですよね。なんか場所変えられるのもいいですよね、なんか。まあでも、僕の Mac はもうだいぶ古くて、バッテリーがないんですよ。ないっていう売っのてないです。は、充電がもうほとんど持たなくて、もう、充電してない状態だともう10分ぐらいで消えちゃうんですよ。だからもう基本電源つないでないとダメなんで、あんまり移動はしないんですよね。だから、移動したいときはもう自分だけ移動してって感じですね。買った方がいいですね。そうなんですよ。だから、今度なんかちょっと話変わっちゃいますけど、この間の WWDC で Apple Silicon が出ますっていう話があって、ARM の、Mac なんですけど、まあ、まだ正式じゃないんですけど、なんか一部噂でこう、新しい MacBook が出て、それに Apple Silicon が搭載されてますっていうので、やっぱり価格がすごい安い MacBook が出るっていう噂が出てたんで、まあ、動かないアプリすごい多いかもしれないですけど、安いマック買うんだったらそれありかなと思いましたけどね。買い替えるんだったそうですね。どうせ、だんだん動くようになっていくでしょうしね。ら。まあ、とか思いましたけどね。そういえば、アップルだとなんか iPhone SE がちょっと残念でしたね、なんか。まあで も、小さいよね。タッチ ID ついてて、まあ、ほぼ8のやつで。まあ、小さくはないですけどね。そうですね、8まあプラ確スのサイズですけど。もういいんじゃないかに。あですれでか。いいんですけど、ちっちゃいやつがやっぱり欲しかったなって思います。みんなちっちゃいの好きっすよね。なんか、他のゲストの人も、みんなちっちゃいの欲しい、ちっちゃいの欲しいって言ってましたよ、みんな。やっぱ片手で持つし重すぎますもんね。まあ、慣れれば大丈夫ですよ。僕の手でも全然持てるぐらいもう慣れてるんで。僕そうはで大すきいやか。つですけど。まあそうですね。これ前も話した気がしますね。その、やっぱ指変形しますからね、本当に。ああ、小指がね。そうですね。ちょっと、それ見ると、やっぱりやめたいなと。どうだろうな。出るかわかんない。まあ、なんか SE、まあ、今の新しく出たやつはなんか第2世代 SE って言われてて、次の一応なんか第3世代も出るか出ないかって話もあるんで、ただまあ小さくなるって噂は全く聞かないんで、
ちょっとちっちゃいサイズはもう今後期待できる感じはないかなと思いますけどね。そうですね。いや、なんか、個人的にはやっぱなんかモバイルルータープラスちょっと触れるみたいな端末が、そう iPhone としてあって、まあ、電話もできるみたいなやつあって、なんか大きい操作したいときはタブレットでみたいな感じになってほしいですけど、どっちかっていうと、タブレットみたいにも使える大きさの電話を持って、なんかちょっと小さい操作をするときは、スマートウォッチ的なのになってくれないかなみたいな動きになってる感じはしますよね。まあどうだろうな。なんとも言えないですけど。まあ折りたたみが出てるんで、折りたたみ買うとかですかね、じゃあ。折りたたみなんて出たんですね。iPhone ないですけどね。iPhone ないですけど、Galaxy とかあるんで。そうですよね。一応あれはちっちゃくなってポケットに入ったりして、ちっちゃい人は、ちっちゃいのが好きだけど、大画面楽しみたい人とかは、まあ、ああいうのもあり。じゃあり。かな。そうですね。これ、あれですね。録音1時間以上持つんですね。今なんか一応まだやってますね。うん。まあでもそろそろ限界な気がしますけどね。そろそろ終わりにしますかね。最後、じゃあなんか話します？そうですね。何かあります？どうだろうな。これちなみに小ノート送ったんですけど、先週じゃねえや、先月のゲストの方出てもらった時に、全部ゲストの人の話したんで、先月のやつも全部入ってるんですよ。なるほど。ちょっと消化した方がいいですね。なんか大量には載ってるんですけど、何話したいかな。まあでも、今日、樋口くんの中だと、EMAX とゲームの話したんで、まあ話してないわけではないんで、全く。自分の方のそうです話を。ね。エアコン掃除と布団乾燥機とダイソンバッテリー問題っていうのが気になりますね。あと、家電の話ですか？家電系ですね。あと、エアリズムマスクもちょっと、あれですね。ああ、ちょっ自と分話も題になってましすたごね。いなって思いますよね。で、サクッと話すと、エアコン掃除に関しては、エアコンって使うじゃないですか。家にあると思うんですけど、夏場と、まあ、うちは普通のエアコンなんで、冬は暖房で、夏は、冷たい空気が出るやつなんですけど、やっぱりエアコンってすごいカビが生えるのが問題で、なんか臭くなったりするじゃないですか。しますね。で、うちは、僕が全部掃除するんですけど、もう本当に全部解体してやるんですよ、エアコンの掃除を。外せるとこまで全部外して、で、水洗いできるとこ全部水洗いしてっていうのをやってて、まあなんか業者に頼むと1万円ぐらい1万円ぐらいかかるんですけど、そうなんか、ですね。なんか試しに1回やってみたら、結構全部で解体してできたんで、まあそれを自分でやってるっていう感じですね。結構解体してもできない領域あるじゃないですか。なんか外せないところとかってどうしました？外せないところ、一応なんか、なんだろうな、業者の人でも外せないとこって結局あって、限界のとこあるんですよ。で、そこの外せない部分がある上で、どううまく掃除するかっていうのが、まあ若干違うところ。で、まあ業者の人とかは、ちゃんと全部こう、なんだろビう、ニール余剰、でこう、そうですね、そうですね、余養生剰ししますて。ね。で、僕はまあそこまでやんないんで、外して水洗いできるとこ水洗いして、で、見えるとこを全部、拭いて掃除するんで、まあそこの違いぐらいかな。まあ確かになんか5年に1回ぐらい業者に頼んで、他はもう毎年自分でやったりするのが一番いいのかもしれないですね。そんな感じですね。まあ今は頼んではないんで、毎年1回自分で全部解体してやるっていうのをやってる感じですかね。えらいです。まあなん結かあれですよね。構、結構。大変っちゃ大変なんですよ。大変そうですよね。
だから、うち2台あるんですけど、もうやるときは結構、もう1日削る覚悟でやりますね。すごい大変ですね。ただまあ慣れてはいるんで、もう同じエアコンをずっと掃除してるんで、まあ、やり方はもう分かってるんで、あとはひたすらどこまで綺麗にするかとかっていう感じですかね。結構でもなんか外すときにちょっと曲げなきゃいけないやつとかって怖いですよね。僕はちょっとそれで怖くて。あんま解体する気なかったです。うん、確かに。バキッて言ったらどう。まあ、バキッて言ったらバキッて言ったじゃないですか。そうですね。そしたら買い替えればいいんですよ。うん。うん、っていう感じですよね。エアコン掃除に関しては。やってるんですよ。なるほど。まあ、自分が言えることとしては、経験してやってみたこととしては、本当にやった方がいいです、掃除は。自分でできるところまでは。おすすめします。自分でやるのをおすすめします。はい。っていうのも、なんでかっていうと、例えば業者の人にお願いするじゃないですか。1万円くらいかけて。はい、で、じゃあその時に業者の人に頼んだから、綺麗になってるっていうのを、なんだろう、ちゃんと自分でこう把握したいと思うんですよね。ここまで綺麗になってるかっていうのを。で、そういう時ってやっぱ内部の仕組みを知らないとわかんないんですよ。ちゃんとここの辺まで綺麗になってるかなっていうの。見た目はもちろん綺麗になるんですけど、ちゃんと中まで解体して、ここまでちゃんと届いてるのかなっていうのを知っておかないと、業者の人がそこを綺麗にしてくれない可能性があるんで、そういうのを知るためにも一回全部解体して自分でやるっていうのは、やった方がいいかなと思いますね。なるほど。業者の人がちゃんとやってるかっていうところをしっかり見るって。そうそうそう、そういうことです。本当になんかピンキリなんでね、業者の人も。安いところとか特にちょっとそういうの注意しないと、結構裏側というか見えないところあるんで、そこにカビが溜まってて、結局臭くなっちゃうっていうのがあるんで。うん。そういうのを気にするために、自分で一回内部の仕組みを知るためにやるっていうのはおすすめします。まあ大変ですけどね。うん。わかりましたって言って。はい。あとは、布団乾燥機に関しては、まあこれ、単純に買っただけなんですけど、布団乾燥機って、なんだろう、本当に布団を乾燥させるためのもので、あったかいこう風が出てくるのがあって。聞いたことないですね。なんか、なんだろうな、なんて言えばいいんだろう。本当に温風が出てくるんですよ、ずーっと。結構高温の温風が出てきて、ダニを殺してくれたりとか、だからまあダニを殺してくれるんですけど。で、まあ、布団なんで、ふかふかにしてくれるんで、まあ、外に干した時とか、こう、なんかこう、干し終わると、ふかふかになってる感じがするじゃないですか、布団って。はい。うん、ああいうのを全部室内でできるやつ。で、今、梅雨の時期なんで、ちょうど欲しいなと思って買った感じですね。うん、すごい良さそうですね。うん、結構、これは買って良かったかなと思ってて、やっぱり梅雨、今もすんごい雨降るじゃないですか。そうですね。なんか晴れの日ないですね。なんで、基本1週間に1回ぐらいずっとかけてるんですよ、布団乾燥機を。で、しかも、今ちょうどその、家でずっと仕事してるのもあって、仕事中にずっとかけられるんですよね。はいはいはい。そうですね。様子見れますもんね。そうなんですよ。で、大体ワンクールというかなんだろう。一つの布団で1時間から1時間半ぐらいかかるんで、普通に作業中にずっと流してるだけで済むんで、まあ結構便利。な感じはしますかね。ああ。今画像を見たんですけど、こういう形してるんですね、うん。そうなんですよ。なんか四角いやつにノズルが2つ生えてて、まあ1つか2つかあるんで、はい、僕は2つのやつ買ったんで、2つ生えてて、そのノズルを単純に布団の中突っ込んでボタンを押すだけなんで。まあ便利ですね。なんかまああとは布団以外にも乾燥できて、靴とか、まああとはなんか掃除機じゃねえ、洗濯物とかも一応乾燥できるんで、いろんなのに使えるって感じですね。これいいですね。なんか全然知らなかった存在を。意外と便利。ちなみにこれを知ったきっかけとしては、僕の大好きなテレビ番組で、ジャパネット高田っていうのがあるんですけど、もうそれで紹介してて、はいはい、知って、ジャパネットでは買わず、アマゾンで買ったってやつですね。はい、で、あとは、ダイソンに関しては、うち掃除機ダイソン使ってるんですけど、ダイソン
の掃除機って、基本バッテリー式なんですよ。はいはい。だから掃除機使うときに、こうコードつないで、電源プラグつないで、ビューってやるやつじゃなくて、もう完全にコードレスなんで、バッテリー充電して終わったら、こうバーってかける感じのやつなんですけど、バッテリーなんで下手ってくるんですよね、当然 iPhone みたいに。で、うちももう何年ぐらいだ、4年ぐらいダイソン使ってるんですけど、1回バッテリー交換して、で、2回目交換しようかなと思った時に、その前のバッテリーが結構早く下手っちゃって。で、その前のバッテリーは、Amazon でなんか互換製品みたいなやつで、チャイナのやつを買ったんですよ。で、それがやっぱり不良品でダメで、で、結局、正規品のダイソンから新しいのを買ったのを買ったんですけど、その、Amazon で買った、中国製品の互換性のバッテリーが、なんかメーカー保証で、メーカー保証っていうのかな？なんか一応なんか1年保証みたいなのついてたんですよ。で、試しに Amazon で返品依頼してみたら、なんかちゃんと返品できて、半年以上使ったんですけど、全部金額返ってきたんで、よかったなって感じですね。書いてくるんですね、ちゃんと。そうなんですよ。びっくりしましたね。結構やっぱり適当なとことかは、連絡しても連絡来ないとか、返品受け付けませんっていうのが多いんですけど、まあ、たまたまかもしれないですけど、自分のとこは、ちゃんと、いついつまでに返品してくれれば、金額全部返してますって言って、返してくれましたね。ただ一応なんかまあ、製品はちゃんと返さなきゃいけなくて、例えばなんかなくしちゃいました、お金返してくださいとかは多分通用しない感じです向こうでね。本当に不良が起きてるかみたいなのを確認できるような状態にしてるんですよね、きっと。多分そうだと思いますね。一応なんか、メールとかが、メールが来て、何が原因だったか確認したいんで、ダメだったやつ返してくださいっていう連絡が来たんで、まあ僕は返しましたけど、まあ、それを返さなかったら多分、お金は返ってこないだろうなって感じですね。で、まあそれがダメだったんで、正規品を買ったっていう感じですけど、まあ正規品はやっぱり高くて、そのアマゾンで言ってた互換品に比べた倍ぐらい高いんですよ。普通の正規品は。まあ、ただサポートがついてたりとか、まあ、今のところ使ってて特に問題ないんで、まあ、やっぱそういうのを考えると、ちゃんと正規品買いましょうっていう話ですね。そうですね。安心ですよね。よくあるじゃないですか。何でも。iPhone でもそうだし、例えばなんだろうな。プリンターのインクとかすごいですよね。そう。あるじゃないですか。ああいうので、その安かろう悪かろうで、安いのだけどすぐ壊れちゃう可能性があるのを買うのか、ちゃんと正規品で長く持つけど、ちょっと高いのを買うのかってところの、いわゆるトレードオフみたいなところをどうするかっていうので。自分は一応まあ、初めは非正規品買ったけど、まあ失敗だったっていう話ですね。なるダイソン便利なんで、いいっすよ。ほど。自分もなんかシャープの、スティック型のやつ持ってるんですけど、なんかバッテリー高いっすね。ちょっと自分バッテリー下手ったらどうしようと思ってみたら、8000円とかするんですね。そうっすね。8000円ぐらいしますね。それちなみにシャープのやつは充電しながら使えます？いや、充電しながらは使えないですね。基あ、本、なんか2ダつ、メだ2ったつついてきてて、な。そうですね。こう、付け替えながら使うみたいな感じのやつですなるほど。そうなんですよね。バッテリー製品っていうかまあ、コードレス系の製品はね、バッテリー問題が必ず出てきちゃうんで、ちょっとそれが問題っちゃ問題なんですよね。ね。そうですね。もう一から買い替えるか、バッテリーを交換するかっていう感じで。あとは、エアリズム。マスクです。まあなんかすごい話題になってましたよね。話題になってましたね。近くのユニクロでも行列できてましたね。まあ、多分これはエアリズムに関してってわけじゃなくて、多分もう、マスク全般に関してだと思うんですけどね。
まあ、自分もシャープのマスク応募したときにやばかったですね。1時間ぐらいつなぎ続けてやっと応募できて、応募しても全然当たらないみたいなやつだった。まあ、欲しい人はもちろん本当に欲しい人はいて、必要な人はいて、そういう人にやっぱ届いてほしいんですけど、だいたいこういう話題って、やっぱ転売みたいな話が出てくるんですよね。ああ。シャープでもそうなんですけど。やっぱそういう人に行き渡っちゃうとね、ちょっと何とも言えないんで、難しい問題ではあるかなとは思うんですけど。僕はちなみにまあ全然並びもしなかったし、買いもしなかったんですけど、ちょっと話題的にね、大きかったんで。なんかなんだろうな、なんか名前忘れちゃいましたけど、その人間の行動心理みたいなので、なんかその他の人が行列を作って購入してるものは、全然欲しくないけど、欲しく感じちゃうっていう、なんか人間の行動心理みたいなのがあるらしく、なんかそれなんじゃないかなって気もするんですけどね。行列並んじゃうやつですね。そうそうそう。ティッシュもそうだったんじゃないですか、実は。ティッシュ買い占めてる人がいるから、自分も買わなきゃって言って、まだいっぱい家にあるんだけど、すごい買う人が増えたっていう。まあ、あれと同じなんじゃないかなと思いますけどね。なあ。そうですね。バンドワゴン効果っていうらしいですね。うん。まあ、正直、まあ、いい話ではないですよね、全然。行動心理的にも。だから、いかにそこをね、自制するかっていうところが結構、問われてる感じもするんで。ただまああれですよね、これは自制が難しいんじゃないかなと思いますけどね、うん、やっぱりなんていうか、結構この一人がやるともう全員やらざるを得なくなってしまうみたいなのがあるので、まあね、そうですね、まあそうっすね。マスクはでも最近は結構もう買えるじゃないですか。お店で売ってるじゃないですか。うん、ちょっと高いですけどまだ。それでもまあ一時期に比べたらもう半分以下だし、まあ買おうと思えば普通に買える値段なんで、まあまあマスク問題はもうだいぶ解決したんじゃないかなと思いますけどね。はい。って感じですね。それに関しては。ざっと流しましたけど。そんなことをしてましたね。うん。はい。1時間半ぐらいなんで。そうですね。ちょっとこれもう録音できてるかが心配なんで。そうですね。ダウンロードできませんとかになったら、そのとおり話しただけでちゃう。ファイルが何形式で保存されてるかわかんないですけど、だいたい僕のエピソード1話で1時間半ぐらい話すと、30メガから40メガぐらいなんですよ。音声ファイルだけなんで。はい、ただ、すごいビットレートも落としてるし、圧縮効率も高いやつ使ってるんで、そんぐらいになるんですけど、例えば MP3 とか、あとハイレゾとか使っちゃうと、普通に何ギガとかいっちゃうんで、もしそれで保存してると、ちょっとわかんないですね。エンコードし直さなきゃいけないかもしれないです。まあ一応まあ、録音は続いてるんで大丈夫だと思うんで。ダメだったらちょっとまあ、諦めます、今回は。申し訳ないですけど。まあさすがにダメなことないとは思うんですけど、ね、多分大丈夫と思うけどね。はい。もう終わりなんですけど、実は今月は他の人に出てもらう予定だったんですけど、ダメで、急遽声かけさせてもらったんで。はい、うん、そういう、あんまり話題はないので、隙間なところで出してもらえればいいかなと思いますね。また、はい。またダメだった人がいたらお願いします。わかりました。はい。はい、じゃあ、はい、ありがとうございました。はい、またお願いします。はい。